はい、いつもお世話になります。トライジャーのボスです。いつも応援ありがとうございます。今日は、これ覚えてますかね。前に紹介したことがある、今の新型のブレイクアウトの、ミルウォーキーのブレイクアウト FXBR か、ね、これの、ヘッドライトが上からもともとついてるものを下にするためのヘッドライトマウントです。これ、多分 CAD で作ってたのを見せて、これ 3D プリンターで付けたやつも見せてお見せしてたと思います。で、これがやっとくさアルミのこういう製品になってきました。こんな感じです。しっかりした商品になったと思います。で、一応これで、テスティングして OK であれば、あとこれを黒色、同じフォークと同じね、この黒の色の形にして販売する形になります。このマウントは上のトップ外して差し込む形になって、まあ、その分綺麗にこの R を合わすようにして作りました。で、これは何をするかといえば、ここにヘッドライトがこうつくんです。これで要するに昔のブレイクアウトかな、前のブレイクアウトとか昔のソフトウェル系の形のように顔が変わるという代物です。これ絶対いいと思います。これ受けます、受けてます。で、形も綺麗に R を作って、形状を作りました。で、ここにちっちゃな穴があると思うんですが、これは何をするかといえば、これも今ちょっと制作中なんですけどね、これステーをここにボルトでこうやってつけれるようにします。一旦ちょっとテープで留めますけど、こんな形になって、で、ここに木島さんの車検対応の E マークのウインカーをつければ、幅がちょうど30センチ以上になるウインカーステイになるので、これで、車検対応のウインカーにもなります。だから一石二鳥でこういった形ができるようにちょっと作ってます。こんな感じです。多分このままでいけば1月の後半には販売ができると思いますので、楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。